こんにちは、前世滝沢馬琴です。僕の前世は江戸時代の流行作家だった滝沢馬琴です。僕は現在ライターをやっており、オカルトサイトアトラスで原稿を寄稿しております。2回連続で言えた。この番組ではパワースポット、寺社仏閣、心霊スポット、観光地などさまざまなスポットに関する情報をお届けします。皆さんぜひお聞きください。言えたじゃん。言えてましたか。すごい、言えてたじゃん。やったー、ありがとうございます。もう一回言ってみな。君の職業はライターです。ダメだ。これわざと、ダメだ、わざと言ってるだろう。ここで色変えてるのってそれで、それライターじゃないよ。ライターってこっちじゃないですか。ライターをやっており、ライター、ライターをやっており、ライターをやっており、ライターは火をつける。火をつける。ライターさんは物を書く人。ライターじゃないからね。はい。ライターだからね。ライター。ね、それ覚えなきゃ。絶対わざとやってるんだよな、お前受けを狙って。これで多分分かる。もう持ちネタのギャグにしてるんじゃないのねえ、はい、ドキンドキンドキンって言って。ドキンドキンドキン、バキンバキンバキンって。バキンバキンバキン。君の職業はライターです。もうわざと言ってるから。普段このトーンで言おうと思ってるんですよ。で、あの、ああなっちゃうんです。ライターです。ライター、うん、ライター。これ、これ、と見たらいいかも。ライター。ダメです。ライターです。もうみんな呆れてますよ。ね、どんまい。バイ組聞いてる人はね、絶対これボケてわざとやってると。天然でやってるとしたらもうとんでもない天然。受け狙いですもんね。これね。ラリルレラララララ、ライターをやっており。それは言わない方がいいかもしれない。松戸のあのスーパーの歌はラリルレロピアラブラブロピアです。母じゃないよ、はい、君の職業はライターです。おお、クリアした。危なかった、危なかったんじゃ。危なかった、危なかった。もうヒヤヒヤして聞いてるみたい。でも今は、あ、言えたと、ちゃんと思いました。分かった、うん、はい、今は分かりました。あ、言えた。滝沢馬琴ってこんなに頭の悪い人だからねえ、はい、もうちょっとやってくれよ。もうちょっとしっかりしようよ、はい、一回言ったこと覚えようぜ、はい、で、今回は何の話をしてくれるの。今回はですね、あの以前、だいぶ前ですけど、あの千葉県野田市桜台210番地に鎮座する桜木神社っていう。お前桜木神社好きだな。はい、だい、あの居心地いいんですよ、自分はそこの神社に。あの、知ってる桜木神社って。桜木神社すごい、御朱印がすごい人気なんだよ。そう、松戸の、はい、今度行ってみな。あ、はい。だって2時間待ちとかさ。4時間半です。平日の昼間に行って。4時間。4時間半。平日、じゃあ土日なんてどうなんの。ですね、あの僕が行った日はちょうど桜の満開日と、うん、それから期間限定の御朱印の配布の最終日が重なってたんです、うん、たまたま。だから4時間半。4時間半。ただ平日の昼間に行って4時間半待ちです。え、でもさ、桜の時期じゃなかったら少し、はい、今だと2時間待ちぐらいで行けんじゃないの。そうですね、今はもしかしたら並ばないかもしれないですけど。ああ、いい、冬はな。はい、ただこれ3月4月ってなると結構大変なことになってるの。はい、で、まあ神職の方に聞きましたら、うん、去年はもっとすごかったんです。だから日にちを分けて御朱印配ることにしたから、うん、あの今年はまだこれでもまともな方、並ばなくて。うん、いやいや、ふわふわだよね、いい桜木神社。そう、商売うまい。そう、うまいな、ね。ああ、そうそうそう、はい、桜木神社の話に入る前に、はい、そのね、松戸に俺行くんだよって言った、はい、ね、おじちゃんにバイクを止めさせてもらって、はい、前世滝沢馬琴ですって名刺を出したら、はい、あんた誰に断ってこの名前名乗ってるんだって言われたんだよ、ね。ああ、言われました。あの金箔のシーンから、はい、もう視聴者は1週間待ってるんだよ、はい。どんな風に馬琴は怒られたのかと、はい、いつか子孫に訴えられずぞってみんなに言われてたけど、はい、ついに来たな、関係者に怒られる日が。近所に住んでる人にも、あんた誰に断ってそんな名前使ってるんだって言われて、あ、はい、やっぱそう思うんだ、滝沢馬琴に詳しい人から見たらやっぱそう思うんだなと思って、うん、いや、そりゃそうでしょ、はい、うん、それでどうしたの。僕自分自身に断って名乗ってますって。いや、もう、いや、うちの社長に。
俺のせいにするなよ。俺のせいにするなよ。名前出しちゃった。社長から命名いただいたんで頑張ってます。いやそれは自分がちゃんと、はい、いや前世滝沢馬琴であったという記憶があるんで、はい、社長と相談して名乗ってますっていうのだったらいいよ、はい、全面的に俺のせいにしちゃダメだよ、はい、なんか俺のせいになってるじゃん、はい、責任転換だ。意外と事務所にクレームが来るかもしれないの、はい。のさ、そう言ったらなんて言ったの、そこのおじさんは。あ、俺テレビ見ないから分かんないってあ、テレビ見るから分かんない、はい、テレビ見ないからちょっと分かんないんだよ。まあただまあなかったらじゃあお願いしますねっていうことで、でその結構駐車場とかも結構厳しいんで、まあなんか用事があって向こうに行ったらその方いらっしゃれば、まあ、駐車場いつでも貸してくれるみたいなんで、自分いやもう敵になってるよお前の敵になってるよ本当に来たのとか言われそうですね、また行ったら。へえ、やば、いやどうね、生まれ変わりだって説明しなきゃ、はい、ま、誰に断って名乗ってんの。いやいや僕の名前ですから、はい、前世で僕が名乗ってる名前ですから、はい、だから僕が許可を取ったんですって言われたんです、はい、だって僕生まれ変わりなんですからしょうがないじゃないですか、はい、昔の記憶あるんですよってね、俺のせいに するなよ絶対、はい、俺嫌だからな、そんなトラブルが。はい。さあ、そうですね。クレーム言っちゃうかもしれないです。もう、来ちゃうかもしれないもんね。はい、知りませんって、はい。あの、無関係です、この人間は。事務所とは一切関係ありません。関係ありません。はい、あの、個人的な、あの、本人の気候ですから。気候。言っちゃうよ、俺。桜木神社の話に戻ろうか。あ、はい、はい。あの、まあそれであの季節ごとにまあいろいろあの季節限定の縁起物を配布するんで、うんうん、まあじゃあしばらくちょっと行ってなかったからこの間行ってみようと思って行ってきたんですね、うんうん、そうしましたらなんか厄払いをするところが境内に新しく設けられてたんです、新しいのが、うん、だからこれなんだろうと思ったら、うん、桜木神社に桜木神社なんかあの丸い中をくり抜いた焼き物をまあ、うん、粘土を焼いたものが、うん、で、うん、その丸い玉なんですけど、うん、で表面には薬と書いてある、うん、でその中に息を吹き込んで設置してある、うん、あの石の壁にぶつけて薬を払ってくださいっていうものなんですね、うんうん、でまあちょっと新しくできてたんでじゃあ薬払っとこうと思ってその丸い玉を買って、うん、で息を吹き込んでこう石にバーンって割った瞬間にバーンってひらめいてしまったことがあるんです。何がひらめいたの？あの土偶と埴輪の違いっていうのをその土偶と埴輪の違いってどこ？あの埴輪は山あの古墳時代じゃん。はい。で大和時代とか言われる。はい。で埴輪は、はい、まあどっちかというと、まあ、弥生時代とか縄文時代とか。土偶が縄文時代で、埴輪が古墳時代か。古墳時代、あ、はい、うん、よく、まあ、でもよくご存知で。いや、バカにしてんのかも。いや、してないですよ。あの、埴輪とか見てたじゃん。あ、懐かしい。あのね、古墳イコール埴輪だよね。はい、で、土偶が、まあ、縄文とか弥生とか、はい、そんなイメージがあるけど、それ、はい、どういう違いがあるの？あの、まあ、要は土偶が発掘されるときは割れた状態で発掘されると。俺も発掘したことあるよ。あ、そうなんですか。徳島市でキャンプやっててと掘るじゃん、はい、カーペリを、はい、掘ってテント張るじゃん、はい、そしたら土偶が出てきた。へえ、すげえ。で土偶と一緒に犬の死骸が出てきた。うわ、犬がこう縦で埋められてて横に土偶が、土偶と食べ物が、へえ、こう犬が縦で埋まってて土偶があるでしょ、で食い物があるでしょ、多分これ犬神の儀式だわ。犬神埋めてんだ、多分食べ物と一緒に犬を埋めて土偶を入れて呪詛にかけてるんだよね。うん、だから、まあ、飼ってた犬が死んじゃったから埋めてその魂を自分の式神として使ってる人がいたんじゃないかな。土偶と一緒に埋めるなんて普通ないもんね。そうですね。どうしたの？あ、そうで、あのそのまあそれを見る、あのその厄払いする直前に、まあ、ちょっと埼玉のお酢城、うん、お酢城っていうとあの難攻不落の城に行った時に、その近辺ってあの埴輪だかで有名、うん、でそれからあと蓮の池とかあったりして、うんうん、で今度行こうかなと思ってた矢先に、うん、あのちょっとその
いろいろ土偶とか埴輪について調べてたら、土偶がどうして割れて発見されるけど、埴輪が割れない状態で発見するものが多いっていう、うん、ことで、理由はよく分かられていないっていうことを思い出したんですね。まあそういうふうに考古学ではよく分からん、はい、よく分かられていない。土偶が古いから割れてる確率は高いだけじゃないの、うんうん、でも故意に割られてるっていう、うん、方もいらっしゃいますよね、そういう説を言う方も、うん、で、うん、自分が息を吹き込んでその石を割った瞬間に、うん、あ、土偶も穴が開いてたりするじゃないですか、中空洞になって、ね、うん、要は土偶は悪い息を土偶に入れためて、うん、それで悪い息をためたらそれを外で割って悪い息を自然に返すっていう考え方だったんじゃないか、うん、埴輪は？埴輪はあの割れない形で発掘されるものが多いんで、うん、あの埴輪になったら今度はその考え方が逆になって、うん、良い気を貯めておいてお守りとして置いていたんじゃないかと、うんうん、冴えてるねっていう、まあただ決定的お前らしくないな馬琴らしくないね、ちゃんとなんかまともな説を言ってきたよ、言ってきましたね、たまにまともなこと言うんだよ、たまに馬琴に戻る、まあ滝沢馬琴の意識が戻る。なるほどね。日頃は天然ボケのね、吉岡くんっていう現世のキャラが出ちゃう、ね、吉岡くんですね。吉岡くんって普通の人でしょ。普通の人ですね。普通の人だよね。吉岡くんになっちゃうとちょっと天然ボケになっちゃう。まあでも現地に行ってそういうことを思いつくようになったのはやっぱり山口先生の指導のおかげなんですよ。ライターっていうのはまずその場所に行ってね、ライターだよわざとやってるだろ、ライターですね、いい加減にしろよな、お前、はい、すいません、あのライターをやるにはその現地に行ってまず自然がどうだったとか現場に行かないとな、現場100回だよな、はい、そういうのをやっぱ書く、でいきなり霊視してどうだったこうだったって言って書いたってそんなの何の、ね、実証もないから、そうだそうだ、うん、だからライターっていうのはまず行ってそのおいおいライター、うん、ライターです、ライター、うんうん、まあこれからもじゃあ現場主義は続けるわけね。そうですね、うん、でまあその埴輪と土偶に関しても、うん、決定的な文献が何かそう出てきたわけではないから僕の推測にはまあ過ぎないんですけれども、まあ、文献のない時代の話だからね、はい、なんで土偶が割れてんのかっていうのは、はい、だってタイムスリップして、ね、当時の人に聞くしかないからね。そう、うん、それは馬琴の新説として思いついたわけね、はい、なんで、うん、あの埴輪になったら考え方が変わったのかっていうことに関しても、まあうん、おそらく仏教の伝来だっては言われてるんですけど、それもまだはっきりしないみたい、うん、なるほどね、はい、でそこで思いついた、さらに、まあ、話を発展させると、うん、その桜木神社っていうのはあの月物落としにもご利益があるっていうことが、うんうんうん、そうか、うん、古文書が発見されてからご利益があるご利益じゃないか、ご利益ご利益があるということが、まあ、国語勉強しろよ、はい、ご利益だよ、やばい、小学生だと思われちゃうよ、習ったでしょ、はい、ご利益、ご利益がある、うん、で、うん、まあ、なんでさあの山桜が御神木として祀られてるんですけど、うん、あの桜の花とごぼう星ってあるじゃないですか、うんうん、あれ同じ似てる形なんですよね、うん、似てるね、ですからおそらく、うん、そのごぼう星にあやかって桜を、うん、山桜をあえて御神木として祀ってあるんじゃないかなと、あのごぼう星ってやっぱり厄除けとか、お前鋭いな、今日冴えてるね、冴えてますねそれは馬琴説、はい、ごぼう星と桜を重ねて考える、重ねて考えて、うん、まあでも素敵ですよね、憑依を憑依よけのおまじないとして桜の花びらパーッとごぼう星にあやかってパーッて散らしたら素敵だなと、粋だね、うん、粋ですよね、粋ですね、まあ、そういうこと思いついた、はい、思いついて、やっぱ現場にどんどん行ってスポットに行って、はい、やっぱ現場100回だよ、はい、そこで体感するもの気づくもの、うん、それはもう知恵ちゃんも言うげることだけど、うん、その現場に行って感じないとダメさ、そうですね、ネットだけだったら何も見えてこないからね、うん、真実というのは、そうですね、なるほど、はい、ですからその厄除けっていうのは、うん、あのおそらく軽い腕を上げたな、ありがとうございます、馬琴なんかもうずっと前座で負け続けてるプロレスラーみたいだったんだけど、はい、なんかちょっと可能性が見えてきたな、ちょっとあのパンチが当たるようになって、かするようになってきた、かするようになってきたな、
まあそれお前でも全然アトラスで書いてないからな、最近書いてないから発表しなきゃ意味ないからね、はい、収録が15分に伸びたっていうことで、うん、まずいろんなところ行かないといけないから いろんなところ今行ってる、うんうん、原稿書けな、はい、書かないと上手くならないから、ね、そうですよ。じゃあちょっと締めで、はい、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。今後もいろんなスポットを取り上げていきますので、皆さんスポット情報を送ってください。送り先は事務所まで、はがきや封筒などでお送りください。連絡先は、郵便番号 274-0814 千葉県船橋市新高根 6-27-2 株式会社山口敏太郎タートルカンパニーまでお願いいたします。課金宛ての嫌がらせの手紙でも構わないよ。もうこうなったはがきが来ない、この手紙とか、はい、うん、ネタになれば何でもいいので課金に何か送ってあげて、はい、うん、そういうことで、はいはい、今日のゲストも、よろずや千恵さんで、よろずや呼ぶしてよろずや千恵さんでいいんですよろずや千恵です、はい、はい、じゃあお疲れ、ありがとうございました。はい、サグチいいぞ。